マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオオデッセイスーパーマリオオデッセイはニンテンドーより2017年10月27日に発売されたニンテンドースイッチ用アクションゲームキャッチコピーはマリオ世界の旅へ2017年1月13日にニンテンドースイッチプレゼンテーション2017で発表された本作は移植 リメイク作を除くと2002年に発売された、ニンテンドーゲームキューブ用ソフト、スーパーマリオサンシャイン以来、15年ぶりとなるマリオが、箱庭ステージを動き回るゲーム。2017年6月13日、E32017 でのプレゼンテーション、ニンテンドースポットライトの中で公開された、最新紹介映像にて、ゲーム内のキャラクターであるポリーンが歌う。 スーパーマリオシリーズ初のボーカルソング、ジャンプアップ、スーパースターが初公開された。この曲は本作の主題歌であり、ゲーム内でも流れるほか、テレビ CM などの様々なプロモーションで使用されている。この曲の作詞は、任天堂のサウンドデザインを担当する鈴木信義が日本語の歌詞を書き、それを任天堂オブアメリカのローカライゼーションメンバーが、 英訳する形で行われた。作曲は、任天堂のコンポーザーを務める久保ナと、歌手はアメリカで、歌手、声優として活躍するケイト・デイビスが担当。この曲は2017年12月2日より、ジョイサウンドにて、カラオケ楽曲として配信される。配信楽曲は、上記の英語版の、ショートバージョンに加えて、日本語版の、ジャンプアップ、スーパースター、オデッですせの。 ショートバージョンの2曲。本作ではレーティングが引き上げられ、セロによるレーティングでは、マリオシリーズとして、初めてにして、異例のセロ、B に区分され、S 部においても、マリオのアクションゲームシリーズでは、初となる S 部、E10 に区分されることになった。プロデューサーの小泉勘明はレーティングが引き上げられた、ことについて、基本的には、どの世代の人にも遊んでいただけるように仕上げたし、 危険なものを作ったつもりはない。今までのシリーズでできていたことでも、リアルな背景になるとドキドキすることが増えてしまうということだろうと話している。桜井雅宏は、ニュードンクシティをはじめとしたリアルなキャラクターやリアルな世界に対する暴力、干渉が理由である可能性を挙げたが、それは、ピクサー作品程度のもので、他作品と比べて、子供に受け入れられないとは言えず、 このレーティングは誰が得をするのか、子供のためとはまずなく、結果的に有料ソフトを楽しめる機会を奪っており、親、売り手、任天堂、業界のためでもなく、プレイヤーからすると感覚がどうしても合わず、決まりだから届けたいそうに、ゲームが届かないのは残念だと否定的に捉えている。一般的に日本においてゲームソフトは木曜日に発売される傾向が強いが、 本作は世界同時発売である事情から金曜日発売となった。スーパーマリオシリーズにおける金曜日の発売は2002年7月19日に発売されたスーパーマリオサンシャイン以来となる。なお、ニンテンドースイッチ専用主要ソフトはのきなみ金曜日に発売されている。ニンテンドーは発売3日で世界推定販売本数が200万本を突破したと発表した。 日本では同じ発売3日で推定販売本数が511,625本を記録した。3D マリオとしては過去最高初動となった。ピーチ城上空、クッパの飛行船の上でマリオとクッパが戦う。今回、クッパはピーチ姫をさらい、結婚式を挙げることを企んでいた。マリオはクッパに前線していたものの、クッパの帽子の想定外の攻撃で、 帽子の国、カブロンへと吹き飛ばされてしまうが、そこで様々なものに乗り移ることのできる、キャプチャーという能力を持つカブロンビと、キャッピーに出会う。キャッピーの妹であるティアラもクッパにさらわれており、二人は、協力して、クッパや、クッパに協力する、ウェディングプランダーのブルーダルズとの戦いに挑む。カブロンの隣にある、滝の国、ダイナフォーを訪れた、マリオたちは、古い飛行船、 オデッセイ号を手に入れ、とある地球の様々な国で、オデッセイ号のエネルギー源となる、パワームーンを集めながら、結婚式に使うものを強奪して回るクッパたちを追いかける。クッパの国で、ブルーダルズを倒したマリオたちは、月で結婚式を開こうとするクッパたちを追いかけ、ガツの国、ハニークレーターでの決戦に挑む。クッパを倒したものの、崩落に巻き込まれ近部角に落ちた。 マリオたちは、気絶したクッパをキャプチャーして、道を開きながら脱出する。無事に月面に上がり、キャッピーとティアラが再会を果たす中、マリオとピーチの間に、クッパが割り込む。クッパは、強引にピーチに求婚し、マリオも対抗して、ヘキしたピーチは二人とも拒絶する。落ち込むマリオとクッパを尻目に、オデッセイ号を発信させたピーチは、早く来ないと置いていくわよ。 と言わんばかりに声をかけ、マリオはクッパを踏み台に高く飛び上がるのだった。本作は、世界各地に散らばる、パワームーンを、ある一定数回収し、帽子を模した、飛行船、オデッセイ号に持ち帰ることで新たな世界への旅が、可能となる。ボスキャラクター必要パワームーンは次のワールドに行くのに、必要なパワームーン。全、パワームーンは、ワールド内にある、パワームーン。全、 ローカルコインはワールド内にあるローカルコイン。ありがとうございます。